Hello, this is Taka in Tokyo and Hiroshiashi Japan, South Asia in NASCAR. In another part of NASCAR, we can find dozens of runways to major footfalls in South Asia as well as India. Here is a story about it. Kolega Eroladis このエロラからナスカに線を引いてみます。まあ、その前に今までのゾーン A の他に1 4キロ離れたところにゾーン B があります。このゾーン B には南アジアあるいはインドからの直線が集まっています。言い換えますとこの辺りには 南アジア、インドへの滑走路が集まっています。少し見にくいので、メイドを変えてご覧いただきます。無数のって言いますか、何十もの滑走路が走っているのが分かりますね。それぞれの滑走路がそれぞれの拠点を示しています。で、この中心あたりに 穴があります。この穴に注意してください。緯度経度はここに示しておきます。その右上にエローラへの,エローラへの滑走路があります。視点を落としていますと、直線であることがよくわかり、この直線がまっすぐとエローラを示しているのがわかります。この黄色い線はエローラから引いてきたものです。 後のこの続くビデオの中でエローラの滑走路が出てきますがそのエロラの滑走路とは違いますタカイン東京さんが教えてくださいました他にもこの辺りには、まあ、何本かの滑走路が集まっています順に見ていきますこれらがエロラからの滑走路です 今皆さんにお見せいたたししました次にシギリアからの滑走路です。シギリアとワットポールは一直線に重なります。一直線上にあります。シギリアです。ワットポールです。そして今度はバンコクですね。 タイののバンコクからの直線ですやはりぴったりと重なる滑走路があります。そしてエレファンタです。洞窟寺院です。こうしてこの辺りには南アジアおよびインドからのあるいはインドへの滑走路が集まっています。ということを頭に入れて次のビデオ どうかご覧ください。Thank you very much and bye for n o w h e l l o this is Hiroshihayashi, Hamamaceri, Japan.Alien's Masterpiece, A Mystery of e r o r a India.Its evidence and proof.Alien の、no、建築物、インド・エローラ。その証拠と証明。インドにある 出ますか？最大級の石像建築物といえばエロラということになります。これがそのエロラです。岩をですね。大きなま1、あ、つの岩をですね。縦横に彫り込んでいって、このようなまあ、寺院を作ったと言われています。高さが34メートルあります。そして極めて精緻な彫刻物で知られています。医師とのみだけで作ったと言われています。 で、そのエロラの謎を解くために、三つの地点を選んでみました。ラ・リベラとアクサムと、それからバダミです。これがラ・リベラです。エチオピアです。同じく岩を掘り込んで作ってあります。これがアクサムのオベディスクです。やはり一枚の岩、一つの岩からですね、このような塔を作ったわけですね。これがインドのバダミです。まあ、共通、 点があっていますけど、まで調べてた範囲の中でね、共通性があるというものを選んでみました。で、比較をしてみます。ラリベラルですね。岩を上からくり抜いて作ったと言われています。で、このラリベラと、えー、アクサムのオベリクスと比べてみます。これはまあ、いろいろ精査していましたけども、今日は一箇所だけ紹介しますが、それで十分かと思われます。 このの頂上と窓の部分を比較してみてみください。同じ形だということにお気づきになると思いますいわゆる共通性があるわけですねそして今度はラ・リベラとエロラを比較してみますともに岩を掘り込んで作ってあるという意味で建築の方法がですね同じと考えます まあ、向こうに元の岩盤が見えます。向こうの側にね。で今度はエロラと、えー、バダミを比較してみます。でこれはあの一部分ですけども、えー、バダミの残ってるこの屋根ですね。頂上の屋根とそれからエロラのまの、あ、建築物の。 寺院のですね、屋根を見てくださるとわかりますが、同じ、やっぱり、コンセプトで作られていることがわかります。てこうして4社を並べてみますと、それぞれが、それぞれに、まあ、共通性をも共通点を持っているということですね。で、私はこれらにイコールマークをつけます。まあ、一応、あの、ここを基点にしてます、基準にして、 私のナスカ理論で、これら4社がですね、えー、エイリアンによって作られたということを証明いたします。まあ、これ、全体像ですけども、まずエロラからナスカに線を引いてみます。左の方行きますと、ナスカですね、西です。今度はアクサムからナスカに向かって線を引きます。次に、ラ・リベラから線を引きます。で、バダミー、 からナスカに引きますけども、その線は、えー、ラ・リベラからの線からと重なります。まあ、一致するわけですね。で、バダミからナスカに引いた線と、ラ・リベラでのエラーはですね、えー、まあ2キロちょっとですね。下の線がバダミとナスカをつないだ線です。で、やや上に、あの、ラ・リベラが見えますけども、 エラーは2 4トルです。で、ナスカでそれを検証しています。ナスカ理論の応用です。ここはナスカですね。で、エロラの、これがエロラからの線です。続いて、ラ・リベラとバダミからの線です。この2本は1本の線となり、ここで滑走路に向かいます。そして、アクサム。 ちょっとアクサムの線は小さいんですけども、補助的な線のような感じがします。それから、見ていただくとわかりますように、これら4社はですね、ここで、まあこういう、こういった形で線が集まっているわけです。で、これを偶然というか、偶然でないというか、それは皆さんの判断にお任せしますが、私は偶然ではないと思います。で、ラリベラからバダミの線、もう一度見てくださいね。これ、ラリベラ。 からの線ですこの小さなプラットフォームの上の部分を通りまランウェイの上を通りますね。それからこれはアクサムからの線ですけど、マクサムからの線は小さいですね。短くて、いやまあ、細いと言いますか。この線、滑走路の下を通ります。よく見てくださいね。そして、これがエロラからの線です。エロラのからの線は非常に大きいですね。立派な滑走路があります。ということは、それだけエロラが重要な地点であったということを示します。 そして、まあ、線がですね、こうして4本の線が、まあ、こうした形で、このあたりに集まるということなんです。で、これらが、これが、ああ、バダン、これエローラですね。ごめんなさい、エローラです。まあ、これを見てですね、まあ、改めて見直してみて、この向こうに我、我々 我々が神と呼ぶエイリアンが、まあ、活躍していたというふうに考えても、なんだおかしくはないと思います。ということで、今日はエローラの謎について迫ってみました。どうもご覧になってくださりありがとうございました。続くナスカリ論をどうかご覧になってください。Thank you very much and see you again. Bye!Hello! This is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan The Nazca Theory by Hiroshi Hayashi. It's my pleasure that I can explain about the Nazca theory by Hiroshi Hayashi in this footage with which you can know the secret of ancient history believe it or not so please give me 17 minutes in Japanese ナスカ理論を知れば皆さんは古代の世界の歴史を知ることができます。信ずるか信じないか、受け入れるか受け入れないかは皆さんの問題です。17分間だけどうか、どうか時間をください。林いのナスカ理論を説明いたします。上からバーミヤン、ウンコ、リュウモン、ラクサンですね。皆さんは これらの遺跡を見て区別がつきますかでは簡単にナスカ理論について説明します。詳しくは私のホームページの方へおいでください。ランウェイには色々な形があります。重要度、距離によって違います。これはプラットフォームですけども、プラットフォームもランウェイになることがあります。古いランウェイは下に行きます。 ランウェイは逆三角形になっていることが多いです。細い線でその方向を示すこともあります。一本の本線で二方向を示すこともあれば、一点を数本の線で示すこともあります。線の出口あたりにはランドマークがあります。では、実際にナスカリ論を応用してみます。 ナスカ、理論。これがバーミアンです。ユンギャンです。ルーヤンです。ルーシャンです。先ほども言いましたように、これら4箇所は同じコンセプトで作られた遺跡ですね。で、空の4箇所からナスカに線を引いてみます。井戸経度は後で 示します。これがバーミヤンから来た線ですけども、プラットフォームをきれいに横切ります。これがユ行ンコですね、から来た線です。プラットフォームの右側。そして左側はですね、リュウヤン。リュウモンから来た線です。そして細いですが、この線は、落ンから来た線です。こうして、 4本の線はこのあたりに集まります。これが龍門ですね。これが真顔、爆光靴です。区別がつきませんね。では、爆光靴からの線を引いてみます。この線は古,く古いし、それから長いですね。そして、左の上から来ているのが、 これが龍門ですね。2本ありますね、龍門は。このように2本あることもあります。で、空の位置関係を調べてみますと、バーミヤン、バッコウクツ、そしてユンギャン、ウンコウはほぼ一直線上にあります。次に大線量を調べてみます。まっすぐ。 大線量はサーペントマウンドを示しています。カホフキア、サーペントマウンド、ワシントン DC ですね。これら4箇所は密接に関係し合っています。これが大線量から引いてきた線です。細い線ですけども、細い線の上側ですね。で、これがカホフキアから来た線で、引いてきた線です。そして、これが サーペントマウンドから引いてきた線です。そしてこれがワシントン DC から引いてきた線です。場所が先に決まっていたということですよ。誤解しないでくださいね。そしてこれら4箇所はほぼ同じプラットフォームといいますか、等間隔にプラットフォームで並んでいるのがわかります。そしてサーペントマウンドですけども、その途中に、と言いますか出口のところに蛇のマークがあります。逆三角形になっているのは 出発点に立つと、ちょうど、なんて言いますか、四角に見えるからなんですね。このように、サーペント、すなわちヘビということなんですよね。そして、ブライス・インタグリオス、カフキア・マウンド、サーペント・マウンドは、新一直線に並んでいます。その先に、ワシントン DC がありますが、ワシントン DC は大きな街ですから、どこに点を取っていいかわかりません。で、この、大線量は、 右上からの線はサーペントマウンドから引いてきた線です。サーペントマウンドからの引いてきた線は大線量を横切ります。次にギザのピラミッドとイースター島をつないでみます。私はいつもナンバー2のピラミッドとつないでいます。その途中にナスカがあります。 ギザ、イースター島をつなぐ線は、ここに見つかります。このプラッタランウェイはですね、両方向に、両方向を示すランウェイであるということです。右上,上行けばギザ、そして左下行けばイースター島となります。出口の方が広くなっていることに注意してください。上の方からやってきて、ほんのわずかだけずれますが、 原因はわかりません。これが今言いました座標の点ですね。そしてこの線をずっと下へ行きますと、だん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 細くなっていきますね。イースタートに近づけば細くなって、またイースタートの出口の、この線の出口に行きますと、また広くなっていきます。出口を広くしているのがナスカのランウェイの特徴です。ご自身でご確認ください。 ただ途中で一箇所、今丸のところでエラーが出ます。ほんのわずかです。見た感じではわかりません。次に、今度は、えー、ルンビニと、てかラホール、アテネ。ラホールはやや上の方にずれますが、アテネをつないでみます。ルンビニとアテネをつなぎますと、その途中の近くに出ますから、ラホールがあるということです。ガンダーラビジの 中心地ですね。実際の地図で見てみますと、ルンビニ、ラホール。そしてその直線はアテネをまっすぐと横切り。そして、ナスカへとやってきます。スパルタも通りますよ。あっと、オリンピアだったかな。ごめんなさい。そして、あの、この直線はここにやってきます。あその前にあの、これがあの、 ヘバヨですね。テラコタアーミーですね。シーガンの近く30キロ東にあります。シーガンの、テラコタアーミーの直線は2本あります。その線と点のところで重なって、先ほどルンビニからアテネを通ってきた線はここを通ります。ルンビニ、ラホール、アテネを通った線はここに、ここで交わります。ここで交わって、2箇所で交わるということですね。左下はラプラットフォームです。すなわち、これらの、例えば、ラホール、それからアテネ、 テラコタアミは同一エリアによって作られたということになります。ご覧ください。もう一度見てください。これらは同じエリアによって作られたということがナスカリ論によって証明できます。また、これら4箇所はそれぞれ関連し合っているということがナスカリ論によって証明できます。それから、リュウヨン、マガオ、 これらは全く同じコンセプトで同じエイリアンに作られたことが証明できます。そして、エジプト、イースタートをつないだ線がナスカにあるということは、同じエイリアンによって作られたことを意味します。それから、この3つの世界を代表する像ですけども、これらも同じエイリアンが関与していたことを、これでナスカ理論によって説明されます。ガンダーラ、ギリシャ彫刻、そして、 平和用ですね。これらは皆同じエイリアンが関与して作っています。ナスカ理論を利用しますと、このように古代の謎を解くことができるのみだけではありません。簡単にナスカ理論について説明しておきます。 ナスカの直線についてですね、あの線が滑走路説であるという話はシッチンの時代からありましたけどもそれを具体的に証明したのは林博史が初めてです。ランウェイにはいろいろな形があります。長方形に近いものこれはプラットフォームとしても機能しました。細い線のものこれは特にこの縦の線はポポカティペティへ行く線です。教授ワーカのそばのね。 それから逆三角形になっているのもあります。これは出発点に立ちますと四角く見えるからです。細い線が集まって一方向を示すことがあります。裏ウウン山がそうです。右のように両方向へ行くプラットフォーム、ランウェイはなすから2カ所あります。1カ所は先ほど、えー、皆さんにお見せいたしました。これは先ほど言いました。右行くとギザ、左行くとイースター島というランウェイです。途中で中間で狭くなって両方で出口が開いています。 出口が開いてますね。そして細くなって、え、離陸点でまた広くなっています。そして、まあ、両方行く、行となんていう、当然ですよね。ギザとイースターとの間にナスカが作られました。そしてこのプラットフォームについてはですね、場所をしっかりと示すために黒い点が見えることがあります。これはマウンド、マウンドです。このようなマウンドが作ってあります。 位置を方向を正確に示すためです。そして1つのプラットフォームから何本ものランウェイが滑走路が走ることがあります。それぞれ関連し合っていますね。先ほどお見せしましたプラットフォームは平和用とそれからアテネを同時に示しています。このように1つのプラットフォームが示すことがあります。それから広いの、狭いの、 短いの長いのの長があります人間にとって重要,度重要性があってもエイリアにとってはそうでないということもありますから、えー、その人間の判断するのは間違ってますこの細い線なんかはあの細いですね、まあ、細,い細いから細いわけです手から、まあ、いろんな線があります先ほど言いましたようにこれはあポポカティ・ペティそれに横線はエジプトのイドフェへ向かいます ポポカティピティとテオテワ間の距離は今お見せしました。これがポポカティピティですね。生産中の生産ということになります。この直線、ポポカティピティから線を引きますと、ナスカのこのグランドクラスの縦線をまっすぐと割ります。細い線がいくつか集まって方向を示すことがあります。非常に重要な 拠点に行くときにはこの方法を使います。平和用は、あの、たくさん細かい線が詰まってますし、それから古い、まあ遺跡へは当然、新しい遺跡と古い遺跡の場合は、ふあの、古い遺跡の方が当然下に行きます。これを利用すれば、どちらの遺跡が古いかということを判断することができます。 これはサーペントマウンドから引いてきた線ですけども、例えば、どのように見えるか皆さんに見てもらいたいと思います。逆三角形でしたね。そして出発点に立ちますと、このように長方形に見えます。上から見るとね、逆三角形ですけども、出発点に立ちますと、 こういう風うに見えるわけです。ですから逆三角形になっています。そしてさらに方向をし正確に示すために真ん中にちょんとあるところ、点があるところ、それから両側が方向を示すことがあります。例えばこれはアジャンタ、イ,あのインドのアジ,ャンタアジャンタから引いてきた線です。これは平和用から引いてきた線ですあの。ちょうど出口のところにちょっとその黒い点があることに注意してください。マウンドがあるんですね。こうして方向をしっかりと示しています。 左がリオも右がウンコウです。この二つは皆さん区別つかないと思いますよ。なぜならば同じエイリアンが同時期に作ったと考えられるからです。ラウェイがその証拠ということになります。こうしてナスカリロンを応用しますと古代の遺跡の謎が次々と解けていきます。左がカホフきや右がサーペントマウンドです。細い線が今度は集合して 平行して走って一方向を示すことがあります。ウラウン山ですね。ウラウン山は極めて重要な、まあ近くのボルネオのキナバルと並んで拠点であったことは間違いありません。そしてこのランウェイは先ほども示しましたように右へ行けばギザ、左へ行けばイースター島となります。こうした両方向を示すランウェイはナスカには2箇所あります。あるいは一つの視点を示すのに えー、二つのランウェイがあることがあります。長い年月をかけた場合ですね。右二つとも、この日本は平和用を示しています。左の方がややずれます。そして、遺跡はそれぞれ関連し合っています。アテネ育選の戦と、それから今言いましたように重なっていますね。これはテラコッタアーミー育選です。左下から来たのが、これが、 ギリシャガンダーラ行く直線です。ランウェイです。ユタヤはこのプラットフォームをまっすぐと横切っていきます。そして延長線の先で、あの、その関連性を示すこともあります。バーミアンと、それからリューモン。リューモンの線は一回途切れますけども、延長してみますと同じプラットフォームの同じマウンドにやってくるのがわかります。真ん中にちょんとした点が見えるのわかりますね。 ですから、バーミヤンとリュウモンとも関係していることはこれでわかります。バーミヤン、バックオークツもそうです。バックオークツも延長して、ますと、あの、重なります。ここで重なります。それから、出口のところには当然、ランドマークがあります。文字を、エイリアンたちは文字を持たなかったか、あるいは、エイリアンたちにもいろんな種類がいて、文字での伝達ができなかったことも考えられます。 サーペントすなわちヘビですね。これはパレンケから引いてきた線ですけども、ここにハミングバードがあります。ハチドリです。ハチドリといえばメキシコ。メキシコといえばハチドリということになります。このようにラスカリ論を使えば古代の世界の歴史を解明することができます。以上すべて林博が発見したことです。どなたも流用転用。 投票はできませんのでご注意ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!